社会さんがなんかボタンになる直前 U ターンして僕の方に走ってきたので怖かったです。そういう意味では僕も夏目先生に殺されかけました。なんでいつなんでごめんなさい、殺す気でした。あもうちょっと人で殺せたんですけど、そう、遅い方が良かったかな。僕のはガチですから、知ってるな、冗談じゃなくて。ヒロちゃん君打ちの進行でいくのみたいな、まあ、柿さん釣りたかったね、やっぱどうしてもどっちみち。はい、ナイス、はい、早いな、ナイス。もうちょっとゆっくり押してくれないとキルができないんですよ。いやー申し訳ない、キルと文句ごめんね。あ、じゃあ俺殺すキャプテンや。ギリギリ相方間に合うかなと思ったんだけどな今。絶対連打してたでしょこれ。いや、まあ自白してるからね。確かに。いやいや、あの死体が上がった方が推理が進むじゃないですか。ああ。赤、緑、赤。ナイスボタン、ナイスボタン、ナイスボタン、ナイス。これね、めっちゃ押してほしかったっすね。そう、お、よかった。あ、そう。あ、別に何か見たとか、最後デッキにいた方います、展望デッキ。あれ、あ、あるのかな、ごめんなさい。最後の前には展望デッキにいたけど、今は昇降機まで来てますよ。最後の停電中に僕武器庫にいたんですけど、コックピットの扉が開いて、あ、誰かアドミ見に行ったんだなと思って、僕がコックピット入ったら誰もいなくて。展望1、宿舎1っていう、ね、そうですね。あ、つまり俺がコックピットを開けて入って、コックピットの右側のタスクをやってすぐ出てる、停電中、それは。でも武器庫通ってんなら、富士宮と、うん、まあ、それ、はい、ちょうど武器庫やってたから、まあ、俺エンジンルームの右、エンジンルームの右の扉開けたのは誰ちな、左だ、左側の武器庫とコックピットとエンジンルームの扉が閉まってて、うん、エンジンは富士宮かな。あ、じゃあ、多分合ってると思う。エンジンから多分藤宮さんがそこの扉開けてくれたんでしょう。で俺が武器庫の上と左の、はい、あ、コックピットの扉開けてコックピットのタスクやって、でエンジンまで行って、あ、扉開いてると思って、で最後昇降機でヌーン乗った途端にボタンって感じ。はい、展望デッキいるって言いませんでした。あ、ごめん、展望じゃない、コックピットだ。俺コックピットに1回入って。おかしいな、あれ。いや、ここまでも合ってますよね。まあでも別に時系列に、まあ、そうなるとやっぱ展望デッキにいた人がいないっていう、まあ、その人がベントインポスターってことでしょ。そうですね、あ、僕が休んでるのは。展望デッキにいたのはプテハシさんとマシャカリさんじゃない？え、なんで僕キッチン脇が、キッチン脇だから。あ、キッチン行って僕右行ったよ、その後。僕は展望デッキ入ってない。電気直した人は誰？ヒロちゃんじゃない？あ、もう一人ね、絶対いたんだよね。あ、カチカチ、うん、カチカチ。展望デッキでやったんじゃないの、その人が。なんでも死んでないから、ね、何をやってんの。ごめんなさい、ちょっと僕がボタンを押し欲しかったのは、あの、停電直後にバイタルを見て誰も死んでなかったのと、まあ、社会さんがなんかボタンになる直前 U ターンして僕の方に走ってきたので怖かったです。そういう意味では僕も夏目先生に殺されかけました。なんでいつ、なんで。ごめんなさい、殺す気でした。あ、もうちょっと人で殺せたんですけど、そう、遅い方が良かったな。僕のはガチですから、知ってるな、冗談じゃなくて。怖い。あと5秒待ってくれませんか。うん、ボタン、いいボタンですね。ああ、いいボタン。いや、いいボタンだな。うん、さっきの話、一応ちょっと整理したいんですけど、単純にまあ、メイヤさんがコックピット開けて上がっていったっていうのは納得できるんですけど、うん、今日僕、アドミ見て、展望デッキ1を確認してるんですが、誰も名乗り出ないので、
麺屋さんに弁当をなすろうとしているインポスターなんじゃないかなって思ってるんですが、逆に、うん、間違いなくキッチンに湧いた人間が麺屋マシャカリプテアシの3人だったと思ってて、その2人はお互い視認し合ってるのかどうかを聞いた方がいいんじゃない？いや、マシャさんとプテさんに。多分その、プテさんはいたね。じゃあ、プテの動きは、その電気室に入り、診察室に行き、貨物室に行き、そのまま上の方のアーカイブまで僕は行ってますね。マシャさんは？僕はハンバーガー作った後に、何でしたっけ？じゃあ、ハンバーガー作ってないわ。僕ずっと右に行ったんだ。で、セキュリティで、あの変なタスクやった後に、電気室でアルマ君とすれ違って、怖がらして終わりでボタンがあった。だとしたらその2人って一緒に右に行ってる感じ？死にし合いながら。いや多分プテさんの方が先行ってない。僕は1人だったよ。うん、プテさんの方が先行ってると思う。一応最終エレクトリカルでマシャさん見たのは本当です。ただ U ターンしてきたんで怖かったです。殺す気でした時系列的にさ、藤宮さんが見た情報とマシャさんが電気室に行くまでの時間を考えるとどうなのかなっていうのはある。あ、ごめんなさい、僕が会ったのはもう最終最後にマシャさん見た感じなんで、うん、ちょっとその途中の経路は僕はあの証明できないです。ごめんなさい、うん、他誰かいなかったっけな。藤宮ね、はい、僕はアドミン見てから3秒か5秒くらいでボタン鳴ったんで、力電気だとちょっと遠いのかなと。じゃあマシャさんはそれじゃ関係ないですね。だったらあるのってさ、金庫室から飛んでる状況しかないと思うんだけど、藤宮さんとか僕視点で、うん、藤宮さんって金庫室から飛んでる状況はアドミンでは見てないんでしょ。まあ、宿舎とエンジンにいたのは見てます。うーん、多分エンジンが麺屋さんだったのかなと思うんですけど。そうかも、ね、宿舎がボタン押したのは誰でした？ボタンは僕です。前のターン。ああ、センターさん。今は僕です。まあでも、うん、前は俺。見間違いの可能性も。これはダブキルでしょう。メインホールの電気室に向かう道に中野アルマさんがいました。はしごのとこ。ハキさんがそっちのギリギリ見えてる。見えました。はい、右の昇降機のリアクターを直したのがエロちゃんで、トゥーンさんと共に向かいました。そうですね。メインん？シャワーぐらいか。シャワーぐらい。そう、シャワーぐらいでトゥーンさんが。でもトゥンさんはメインから来たよね。そうそうす、メイン通りました。割と怪しい。いや、その時、ああ。だって電気室でしょ。電気室の下だったら、はしごの上ですよね、カキさん。はしごの上です。はい。だからメイン側です。僕バイタル、あ、ごめんなさい、どうぞ。うん、どうぞどうぞ。あ、どうぞ、バイタル。いや、マサさんのバイタル情報聞きたい。バイタル見てたら、10秒前までは2人来てるんですよ。ああ、直近？なる？あ、じゃあ、じゃあ一つ聞いていいですか。あのミーティングにいた人誰ですか？今上がってったな俺。エロちゃん最後に上がったの。そうですね、そのままヌーンのリアクターになった後ヌーンのって言ったんじゃないですか。うん、エロちゃん、あともう一人上に上がった音がしたんだよ。違った、うん、絶対上がってると思う。二人いない？ミーティング。あれ、左の昇降機直したの誰でした？僕ずっと、僕はあの昇降機っていうかミーティングルームでタスクをしてて、うん、で昇降機になったからずっとやってた。マシャカリさんの話が本当だったら、トゥンさんも無理だし、エロちゃんも無理だよ。まあ、わかんない、ごめんなさい。見えてん、プテさんも無理になりますね、そういう、うん、プテアスさんをその、エロちゃんはしごの上のキルが無理っていうことですか、トゥンさんも。10秒間は絶対一緒にいた、トゥンさんは。うんうん。10秒が本当ならトゥンさんは無理。で、俺もセンタンさんと通信室の廊下から昇降機行って、そこからメインホールまでずっと一緒だったんで。センターさんも無理か。はい。センターさんはどこですか？僕今メインです。センターさんと一緒にいなくない？いましたよ。カキさんずっと一緒に並走してました。うん。カキさんだって一回、あれ、
昇降機直しに来なかった。あ、その時千田さんもいましたよ。あ、いたんだ。そうそうそう。ただごめんなさい、あのエロちゃんは昇降機左行ってたから夏目先生に関してはわからない。なんかだいぶしゃかりさんの情報が本当なのであればだいぶ絞れそうだね。はい、ナイスボタン。ナイス。あ、メヤさん。プーさんはプテハシさんとどこで合流しました？シャワーです。ごめんなさい。バイタルの情報を出したのもさかりさんですよね。そうです。で、トゥーンさんとエロちゃんとプテハシさんはお互い白を出せるんですか？エロちゃんは分からん。トゥーンさんは、僕はトゥーンさんは白だと。いや、10秒が本当だったら10秒は一緒にいた。僕、エロちゃんさんまで出せますね、白。俺は。もう2人が合流した時にはすでにリアクター直ってた状態なんで、そこまで白出せないと思ってるけど、ただヌンノって言ってるからってことだよね。左側にそれ見てるからってことだよね。左側に行ってるから、左側にいたのを見たから、そこですぐ切ってと。いや、メインの弁当で昇降機に飛ぶっていうことはなんかありますか、エロちゃんが。全然位置的に考える。だからそのポイントなのってリアクターの右下のところまで見に行ったかどうかじゃないかなと思っていて、2人が、あれじゃないですかね、カキさんと先端さんがまずお互い目線2人で一緒にできたかどうかじゃない。もう無理だと思います、僕は。カキさんは10秒以内なんで 100% 無理。セルフもないで設定できてるんで、セルフがないんですね、カキさんの通報の、はい、ないですよね。だってまさかりさんが10秒前とにので、ね、だとしたらあのこの2人僕は結構白で置いていいのかなって正直思っちゃう。一応地味怪しい位置なんですが、電気室でずっとタスクしてました。電気室、いいですか、電気室行った。あのマシカリさんの情報が本当だとして、僕とガキさん無理じゃないですか、はい、お互いずっと10秒以内までには一緒にいたんで、でプテアさんとエロちゃんとテンさんがまあなんか、まあ濃度は違えどお互い白取れてるんだったら、藤宮さんとメイさんの2ローしかなくないですか。いや、エロちゃんは分からんよ、僕は。僕視点だけど、あの、ミーティングに2回登る音がした気がするのね。だから、エロちゃんとマシャカリさんをロラするのが僕はいいと思う。あー、なるほどね。僕が嘘ついてるか、エロちゃんがミーティングルームで殺して押してるかってことか。そう。マシャカリさんの声が低いんだったら、エロちゃんさんって結構黒だと思ってるし。あ、俺乗れる、それ乗れる。全然いい。え、そうなの？え、ちょっとここのがないんじゃないかな。まあ、分かんないけど、とりあえず、それはメイヤさんの視点だから。あ、まあまあまあ、ごめんなさい。俺も。メイヤさん、俺で切るならメイヤさん無理じゃないですか。だったら夏目が直近で死んだって情報出てこないとおかしくね。1箇所しかないよね、エロちゃんがインポスターの場合。でも上がること2個っておかしくない？2個。はい。もう一回、マシャカリさんの心電図情報を詳しく聞きたいんですが、10秒前に見たときに死んでたっていうことですか、2人とも。いや、死んでなかったって言いました。あ、死んでなかった。そう。だから、10秒以内のキルなんでしょ、で、ずっとは見てないってことですよね。ずっとは見てないですね。で、見て、バイタル行って、見て、10秒、まあ、ボタンが押される10秒前ですね、正確には。はい、で、生きてたんで、あ、ボタン押しに行こうと思ったら、ボタンは先に押されたって感じです。そしたら死んでたってことですよね。どこに、まあ、死んでたっていうか、最終はどこですか、マシャカリさんですよ。ここ、貨物です。で、僕もだから見られてないから怪しい位置だと思います。バイタル見たし、情報も出したし、だから僕視点はそのメイヤさんの提案には乗れるっちゃ乗れる。で、僕はエロちゃん結構怪しいんじゃないかなと思ってる。いや、エロちゃんは怪しくないよ。まあ、ほぼほぼ怪しくないから、マシャカリさんが本当かどうかがまず分からないから、まあ、釣るの怖いなと思うよね。そう、エロちゃんは昇降機までのルートはどういうルートで行きました？右は。どうやって行ったんだっけな。それ、10秒以内の話だけでいいんじゃないですか。メインから弁当、そうですね。あ、いや、アーカイブから言ってるけど、それを誰かに見られてるかっていう。いや、見られてないね。うん、あ、でも、直近なのであれば、僕と柿さんがその周辺いるんで、
柿さんが弁当の近くまで行ってるんで、あの メインホールの。ああ見えててもおかしくないかなと思う。うん、てか、そもそも10秒前でできない人って結構洗えるんじゃないの、プテさんと、あと誰だっけ、うん、トゥーさん。プテトゥーン。柿センター。だから、藤宮さんと名屋さんってことでしょ。いや、藤宮名屋、まあ、プテさんは視点はヨロちゃん無理かもしれないけど、まあ、その他視点でエロちゃんか。そうそう、で、あと僕。メイヤーさんに向けて言いたいんですけど、うん、階段の音が例えば電気室、電気室の上じゃないですか、今回。電気室の上上がる音と、ミーティングに上がる音が、ああ、なるほどね。一緒だったりしたどうですか。ああ、じゃあ、アルマくんが上がった時の音かもしれないってことか。そう。なるほどね。確かに、それもあるかもしれない。それは、4人一緒に触れるんだったら、もう、ロラしてもいいけどな。まさかりさん白浮きが確定してたらいいと思うけど、あ、僕確定できない。嘘だったら全然意味ないくない。うん、まあ、てか拡散性って僕結構難しくない？いや、メイヤーさんむずいと思うんですけど。あ、むずいと思うんだ、うん、あ、ちょっともう一回僕視点の話してみましょう。なんか、もうこれ止めとくのが良さそうだな。拡散の近くいたんだっけ。もう1キルはでも分からんくない？ローレンチ。ナイス。僕視点白アピをちょっとさせてほしいんだけど、ちょっと時間もらってもいいですか。はいはい、僕ずっとミーティングルームでタスク、ずっとでミーティングルームでタスクをしていて、昇降機の、リアクターをずっとやってたのね。で、来ない、右が来ないから宿舎前の右の扉を開けて、さらにあの昇降機をまた直したんです。その後に柿さんが来たのを見て、で柿さんと先端さんが誰ともすれ違ってないのであれば、あ、まあでもミーティングの上でやってたらとかだったら多分キルクル的に無理だと思うって思ってほしいんだけど、であれがなかったらヌーンが右にあったと思うんだよ。でエロちゃんはヌーンで 右から来てるんだよね、横の方まで、はい、なので先端さんとカキさんが誰ともすれ違ってないんだったら僕のキルって無理だと思うんですけど。あ、はしごの音ってそういうアルマさんとエロちゃんじゃないですか、2階って。アルマさんが、そう、さっき、いや、アルマくん来れない、うん、あ、まあ、その電気室を上がった電気室の、そう、さっきそれ、うん、それ言ってました、僕があるって思ったから、だからちょっと考えを変えます。それがしっくりきます。なるとだけです。え、これって結構話してるからもう釣りますか。いや、ボタンないのでローラーはできないと思います。じゃあ、まあ、僕目線メイヤーさん弾いたらいなくなるんですよね、全員の情報信じたら。リアクター終わった後に俺がヌン乗る前に、はしご登る音は絶対してたのよ。ミーティングなのかな、わかんないけど。え、それがメイヤーさんなんじゃないですか。いや、俺はミーティングにはあのずっと直してたから、直した後にすぐあのカキさんたちを追っかけてる形だから、乗ってない、直った後はね。ヨちゃんは最後ミーティングの中は確認してない。確認しに行こうと思ったらなっちゃったって感じ、うんうん、上がったばっかなんだよ、だから俺は、うん、ああ、そうなんだ。2回ってのはメイヤーさん、それ合ってますか、その時間軸で。カタカタってカタカタって音がして、その後カタカタって感じ、うん、同時とかですか。あ、同時じゃない、ちょっと前に乗った気がして。あ、じゃあエロちゃんと証言合ってますね。うん、だからもしかしたら本当その電気室のはしごと聞き間違えた可能性は全然ある。エロちゃん、エロちゃんもそれありえますか。いや、俺はね、絶対ミーティングに上がる音だったと思う、うん、俺が聞いた音はそうだった。で、2回目は俺で間違いないと思う、うん、いるなと思った。わからな。だいぶボタン消費してるからな。気流抑制のボタンってか話し合いのボタンだから。
あら、え、藤宮さんか。あ、藤宮さんさっき見た。どこで？藤宮さん死ぬんだ。メインホールやったかな。メインホールで。あ、ねえ、聞いていいですか？ミーティング乗った人教えてほしい。え、トゥンさんが押してるじゃん。ボタン押しました。あとは？ん？他にも。俺一番最後。あ、じゃあもう一人いるはず。あ、じゃあトゥンさんだ。トゥンさんが絶対って。6秒前に死んでます。死んでてました。6秒前に死んでます。3回登る音が聞こえました。トゥンさん、うん、エロちゃんだったらもう一人絶対いるはずだから、うん、トゥンさんが切って多分エロちゃんさんが登ってきたからボタンを押したっていう感じだと僕は思う。おお、それはファイナル。なるほどね。ファイナル6秒前死んだの前。それ明算してね。それが本当に確定だったら確定。いやでもマジか。初日エロちゃんも、ね、ね、動きとしてはないの。俺のことを見てからボタン鳴らしに行ってるように俺は見えてるから俺見せて。あ、そうなんだ。さんがね、うん、あ、なるほどね。で2人乗ってるよね多分。3人多分行ってると思う。俺のエロさんはどう思いますか。いや僕もうメイヤエロちゃんしかないっすね。メイヤエロちゃんなんだ。でもそうだよね。トゥンさんが村だったらメイヤエロちゃんしかないよね、うん、ただメイヤさんってなくなりますで、あのマシャカリさんの情報的に。そうそうそう、だから、そう、あと初日絶対ダブキルだから、うん、マシャカリさん本当のこと言ってるんだったら、うん、トゥンさん絶対違うのね、実視点は、うん、だからそこからメイヤさんが合ってるんだったら、うん、トゥンマシャカリになっちゃうよ。いや、ね、でもメインホールで合流、てかシャワーで合流したって言わなかった、テさん。そうで、だから10秒で直近10秒以内に死んでるんだったら最後10秒は一緒に絶対いたの。うん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 。そうだから、どうなった。トゥンプテハシーも成立しなさそうだけどな。トゥンプテハシーだから今、まあでも白要素はマシャカリさんの情報から出たことによって、はい、トゥンさんがプテさんしてそういうこと、そういうことだから、まあ、だから僕が嘘ついてたらマシャっていうかエロって僕目線もメイヤさんエロちゃんさんしかないっす。じゃあでも俺がやったとこ見てないとおかしいっすよね。そうなると投票だね。え、こんな入る。めっちゃ入った。逆にテンさんだったらやっぱり終わる。ロラでもいい。ロラが一番悪いと思うけど、僕視点はプテさんの情報がかなり信用できるので。藤宮死んでるから、メヤさん。藤宮さん、あれ、電気室何？だいぶ前に死んだってこと？どうなってんだ？やべえ。今日頭の回転がめちゃくちゃ鈍い。幸せそうだったけど、会議中の頭の回転が鈍すぎる。ないのかな。茶色ピンク緑。おい、死んでるし。うわ、見てなかった。今宿舎前のドアのところで、うん、通りすがりに誰かやってましたね。プテヤスさんかマシャカリさんです。どっちかです。うん、え、オッケー。え、ちなみにこれ白出ししてもいいですか。自分の話になっちゃうけど、どうぞ。さっきミーティングで時系列でトゥンさんって俺が一番最後に来たこと別に否定してなかったっすよね、うん、なので俺が一番最後なのに俺がやってるところをトゥンさんが見てないのがおかしいですよねって話を俺一番最後したかったっすね。ああ、それはわかる。なので絶対塗りに来てたんですよ、あの話は。だから俺とメイヤさんっていう話出ましたけど、俺はどっちも白だと思ってるんで今の話的に。あとね、メイヤさんだったら藤宮さん死んでるからそこを浮き違ったから、二人とも初手結構藤宮メイヤもあったから、僕視点は今のメイヤさん結構白いなと思ってます。じゃあとりあえず今二択です。絶対プテヤさんかマシカリさんの。それが2択って言うんだったら、さっきのね、あのエロメイヤがないわけだから、エロメイヤの二郎がなくなっちゃうから、先端がインポサだったら。だから僕はマシャカリさんと戦えばいいと思うけど、僕トゥンさんつったの僕じゃないって思うけど、ね、見てないですか2人は。もうマジで見てない。いや、さっきの絶対トゥンさんで釣れてるよなって話でちょっと考えたから。あ、そうじゃなくて今の切るでしょ。今の切る。だから見てない、僕。いや、見てたけど誰が殺したか分かんない、正直。俺目線だと死体の上にいたのはマシャさん一番最後。ちょっと考えちゃった。あ、そうなんだ。うん、仲間あるんで分かんないですけど。でも込み鳴らしてますよね、二郎だったら込み鳴らすかなと思うけど。え、先端は 100% マシャプテって言えるでしょ。
それが言えないってことは、あ、言えます、言えます、絶対言えます。あ、言える？あ、じゃあマシャカリさん、じゃあ僕はプテスさん今日入れる。あの最初のマシャカリさんの10秒の話が絶対に嘘だから、トゥンさんと僕最後10秒ずっと一緒にいたから、マシャカリだったら成立するかな、それ嘘っていうのおかしくね、さっきまでの話が全部、うん、一貫性があって、あ、そうなるんだ、コミュー鳴らした理由もいつも合うかなとも思うけど、あ、じゃあ僕から OK、 じゃあ僕のプテスさんと言ってください。うん、いやー、これで終わると思うか。いや、終わるよ。これ、ごめん、負けたかも。申し訳ない。負けた。あ、よかった。見てなくて。ナイスー。ナイスバイト。いや、バイタル情報に偽強いな。強いね。マジでわけわかんなくなってた。確かに。でも、藤宮さんキルされたことは結構、うん、そうそう、ね、結構きりしかった、ね、あ、ありがたかった。ごめんね、トゥンさん。申し訳ない。いやいや、申し訳ないです、本当に。うわ、次勝ちましょう。ナイスナイス。いやでもすごいな、バイタル偽装。確かに。いやでもめっちゃナイスでしたもん。もう嘘800ですからね、うん。うまかった、めちゃくちゃ。結構時間経ってたってことですか？いや、あの、ね、5秒ぐらいですね。10秒じゃないです。だからトゥンさんが多分やってんだろうなと思って、ダブあの片一歩死んでるから、だからトゥンさんの城を確認したかったから10秒って言いました。ああ、なるほどね。え、トゥンさんは 僕と合流した後じゃないよね？合流する前です。キッチンでやって、ね、はい。あ、だよね。てか、あの、プテさん、多分僕見えてないと思うけど、トゥンさんとプテさんいたとき、僕も近くにいて、10秒って言ったら、プテさんが多分トゥンさんを白置きしてくれるなと思って、嘘つきましたね。いや、すげえわ。すごい、ね。親しいな。親しい、普通に。これ、うん、してたね。うん。マシャさんね、きつかったの、マジで。マシャさんがね、一番うまかったのは、やっぱ最後の、うわ、死んでるって演技が一番うまかった。あと、僕、あの、嘘ついてませんから、初手から。アルマ君ずっと殺す気でいましたからね。そこから明らかに殺しに来てる、U ターンしてきて。そう、殺す気、ちょうどボタンになったから、バンバン殺す気で、そうだから、あ、殺せなかったってずっと言ってました。